よし、では172駅目千歳船橋、千歳船橋駅、今から始めたいと思います。ここではですね、スペシャルゲスト清水坂光くんが来てくれております。お願いします。結構ね、この去年の夏とか僕ら見てくれた人は結構何回もコラボしてるんで、多分一番コラボしたのかな、してるんで。いや、今年もね、あの群馬で、あの僕の拠点のところで、日本一周の時も群馬でコラボしてるんで、結構知ってる方も多いと思うんですけども、知らない方はぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。清水坂光くんでございます。お願いします。お願いします。で、3曲ぐらいね、ちょっとコラボしたいと思いますので、ぜひよかったら1曲でもいいんで、聴いていってください。お願いします。じゃあ1曲目。僕ね、多分、デイズライブで歌ったことないんですけど、清水翔太さんの、そばなっていう曲を歌いたいと思います。季節たちが僕らを見つめてる、 刻まれてく悲しみから、目をそらさないで、君とだからこんなに長い間同じ思い歩いてこれた。君の泣いてる顔も笑った顔も全部僕の大事な宝物。やがて離れゆく日が来るとしても今はできるだけそばにいたい。こんにちは、ただいまね、僕ディニーのベルって言うんですけど、清水坂光くんとコラボしております。お願いします。よかったら1曲でもいいんで聴いてってください。どんな未来が来てもきっと後悔しない、そう思うから、いつもただ君だけを愛してるよ。どうか誰も彼女を奪わないで、たとえ何を失うことになっても、今はただ君のそばにいたいよ。いつまでもいつまでもこんな風に君のことを感じていたよ。どうして涙こぼれるのかな、僕の方なのに。君の泣いてる顔も笑った顔も全部僕の大事な宝物。やがて離れゆく日が来るとしても今はできるだけそばにいたいよ。
いつもただ君だけを愛してるよ。どうか誰も彼女を奪わないと、たとえ何を失うことになっても今はただ君のそばにいたいよ。ありがとうございました。清水翔太さんでそばにでした。